願いいたします。コーラスタイムじゃないですか。ありがとうございます。僕も初めてそこでやるって言われてる。まさに記者発表で記者会見が。ありがとうございます。はい。私も束ねたマイクを持つのは初めてなんで、なんかね、ちょっと報道記者になった気分でちょっとテンション上げながらやっていただきます。まずそれではラルリさんに伺います。手塚治虫さんの、まあ、元原作に浦沢直樹さん、長崎隆さんが新たな使命を吹き込んで誕生したこのプルートなんですが、最強の原作の世界初の舞台化となります。今の意気込みをお聞かせください。はい、あのフォトセッションじゃなくて、すいません、聞こえなかった。Well, I think I'm a big fan of the work, and I think all of us have been really like just going deeper and deeper into this volume. It's very epic. The story is wonderful, and I feel Tezuka in his early works was always able to show us a face of ourselves, of the people. And so, for me to have the honor of being able to do this at the theater. I think it's the same as doing Shakespeare in a way. There is so many characters, so many individual stories that come together that I feel very lucky. I feel very happy, and I'm very excited about tomorrow. And I want to show it as soon as possible. Yes. 手塚治虫氏の作品大ファンなんですけども、この作品は本当に深くて、壮大なスケールでとても面白い作品だと思います。でまるでシェイクスピアの作品を扱っているかのように多くのキャラクターが登場していますけれども、本当に今こういったチャンスをいただいてラッキーだと思います。明日の初日を迎えることをとても楽しみにしています。はい、ありがとうございます。それでは森山さんに伺います。はい、一番印象深い見どころと思われるシーンやポイントを教えていただけますか。たくさんあるというか、もうワンシーンワンシーン、もう一つの動き動きが全部なんかもう大きな絵画のような形で全部こう映画進行していくので、どの風景を切り取っても美しいと思うんですけど、まあ、そうですね、本当にもう体と言葉とあと音楽とそして映像もあって、あとまあ舞台装置をいろいろ使いながら、もう本当にトータルアートのような作品を作っていると思うので、一つと言われてちょっと難しいんですけど、これを見た皆さんたちがどういう反応を示してくれるのか。ありがとうございます。それでは長崎さんに伺います。この舞台のオファーを受けた時の率直な感想、そしてラルビさんの印象をお聞かせください。最初にお話を受けた時には、何をするんですかって言ったら、最初だけ聞いて、もちろんとても楽しいんですが、一体それをどうやって表現するんだろうってちょっとドキドキしてもらって、何をするんですかってお伺いしたら、まだわからないと、踊るかもしれないし歌うかもしれないし、いろんな可能性があるって言われて、ただお話を伺ったときに、すでにもう無限大な可能性というか、こうエネルギーを感じたことがあって、何をするかわからないけど、あまり怖くなくやりますと言えたんですが、そういう印象の作品ですね。で、ラルビさんの作品をそして拝見したんですけれども、本当に表現を全く、何もストップかけてないというか、とにかくできる全てをやろうという意味です。感覚的なものが非常に美しく映っていったんです。美しい感じなんですね。そこにピュアな気持ちというか、そういった精神に何か惹かれたような気がしました。はい、ありがとうございます。さあ、それでは、江本さんにも伺います。やはり舞
隊のオファーを受けた時の率直なお気持ち、そしてラルビさんの印象をお願いしますか。オファーを受けまして、それでラルビさんの作品の手塚という作品をちょっと、DVD で見させていただきまして、僕自身はあまりこういったお芝居に参加したことがないんですけど、それとまたシアターオーブでやったラルビさんの作品を見せていただきまして、僕がどこにいればいいのかなというふうに感じだったんですけど、そういう新しい世界になると思うので、それとラルビさんはとっても目が綺麗ですね。どうかです。何でもないアイドル言い方をすると、とっても悲しい目をしてらっしゃる、そういったところで、だから、お芝居の演出の時、ずっと演出のダメ出しの時とか、世界のどこを見つめている目なんだろう、そんな感じが非常に興味深くありました、ありがとうございます。さあ、続いて吉見さんにも伺います。同じ質問になるんですが、オファーを受けた時の気持ち、それから成木さんの印象をお願いします。最初はその何の予備知識もなく、お茶の水博士と言われた時は単純に楽しそうだなと思いました。しかし原作を読んで、俺はどうするのかと思いましたけど、皆さんも言ったようにラルビの手伝いを見せていただいて、この人ならもう任せるようになっているというふうに思いました。で、一緒にやらせていただいて、一緒に舞台に立ってみたいなっていう、もう見てます、はい、ありがとうございます。それでは松重さん、同じ質問になりますが、オファーを受けた時の感想とラルビさんの印象をお願いします。このラルビさんの名前を読んで、前回手塚の DVD をもらって家で見てたら、大学でお芝居でもやってる娘がプラッと帰って、これラルビじゃんって、知ってんのって、ラルビなんでやろうって、お父さん今ちょっとやるかもしれないんだよ、多分絶対やった方がいいよそれがやることでも決めたんですその娘の助言に間違いはなかったと、今現場にして、娘さんは呼び捨てだったということで、ラルビじゃん、あ、そうですフロアガリ、あ、フロアガリ、ちなみに孤独のグルメ DVD 全部買っております。それでは続きまして、寺脇さんに伺います、はい、同じですね、オファーを受けた時の感想とラルビさんの印象をお願いします。テスマートムという作品は、本当に子供の頃が大好きで、この頃ついた頃からもう洋服も靴も落書きも全てアトムだったんですけど、その後こう浦沢さんももちろん20世紀少年をはじめ大好きな漫画さんももちろん全部読んでましたと思ってましたし、なのでこのゲジヒトという役をやっていただいた時はもう一問にもなくやりましたということになるんですけども、ラルビはですね、本当に何でしょう、すごく裏付けが全て演出に裏付けがきちっと全部していて、全部理論で全部ご説明できるところを持ちつつ、直感も発揮しつつ、自分で決めたこともひっくり返していく勇気も持っているという人なので、やるたびに僕らはこう全然違うことをやっていくチャレンジするんですけども、やってみるとそれがベストだなっていう、ベストベストに向かっていくっていうやり方はすごいなと思って、やっぱり出来上がったものは一番いいものだと思うかなありがとうございます。さあ、それでは再び森山さんに伺いたいと思います。文化庁の文化交流士として、イスラエルから帰国後第1弾の新作舞台ということなんですが、はい、観客の皆さんも舞台の森山さんを待ち焦がれていると思いますけども、お客様に向けて一言お願いしてよろしいですか。イスラエルから戻って最初の仕事が本当にこういう形でやらせていただくことができて、なんでしょう、またやることが本当に
嬉しいです。そして、まあ、なんていうんですかね、まあ、その1年間で自分がどういうふうに何を感じてきたかなって、日本のところもいろいろ感じることがあったんですけど、まあ、それがこの作品に、まあ、どこまで反映されてるか自分は分かりませんが、まあ、気持ち的には別にそんなに第一弾だくらいの気持ちではないので、まあ、ただ、それを尽くしたいなと。はい、ゲストを2回言っていただきました。ありがとうございました。伝わってきました。さあ、それではラベリさんにまた伺いますけども、この公演、日本以外での公演上演というのは視野に入れてらっしゃいますか？例えば母国のベルギーなんかでしょうWith manga, with anime, because you know, some people of my generation, we were brought up with manga, as much as people here in Japan. I mean, the work of Tezuka, of Kurosawa, comes to Europe, comes to America, so sometimes we are fans all over the world liking the manga.ぜひフランスなどに持っていきたいと思います。で、ヨーロッパの人たちは日本人と同じように小さい頃から、特に自分の世代の人たちはアニメとか漫画に慣れ親しんでいますので、手塚氏とか浦沢氏の漫画は海外でも有名です。ぜひ世界中の人たちに届けたいと思います。 For me it's also very new, this experience, because I have worked in theater beforeI have worked in dance before, in opera before, but it's a very, very new experience to be translating a manga. Because manga has a whole world of itself, and it was fascinating to have a storyboard. It's like doing a movie. You constantly can go to the Bible, to the manga, you can go back. So it was wonderful to share this with the artists.まあ、今回は漫画が原作ということで、自分たちは全く新しい経験です。今まで演劇とコンペだとかダンスはもちろんやったことがあるんですけども、漫画というのはそれ独自のこう世界というのがある、まあ、結局舞台を作るにあたっても漫画を絵コンテに使っていつも分からなくなって行き詰まったりしたら立ち返っています。まるで聖書バイブルみたいな存在です。はい、ありがとうございます。台本上はこの後フォトセッションになっているんですが、これはなしですね。はい、さあ、それではですね、キャストの皆様全員での会見は以上とさせていただきます。キャストの皆さん、本当にありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。こんばんは、隣もお願いします。はい、それでは。隣お願いします。ありがとうございます。すいません、お隣お願いします。ありがとうございます。よろしいですか？よろしいでしょうか？はい、そうしましたら以上でフォトセッションがよろしいですか？はい、はい、はい、若干微妙な空気になっておりますけれども、以上をもちましてですね、ブルートの、プレスコールで、発表の取材を終わらせていただきます。皆さん、本当にどうもありがとうございました。皆さん、拍手をお送りください。ありがとうございます。ありがとうございました。